この自然の仕組みというのをですね、少しずつ理解していくっていうのは非常に楽しいことで、私はですね、歴史が好きだったんで、科学に行ったっていうのは非常に偶然のこと。つまり、ソビエトがちょうど高校生の時に、スプートニクをあげたもんですから。で、まあ、その当時の国語の先生が、君は数学とか物理ができるから、歴史なんか行かずに、理科系に行けということで理科系に行ったのが、まあ、私の人生を決めたわけですね。で、探究心がありますから、歴史とか科学とかいう対象物ではなくて、なんか科学的にものを考えるというのが、まあ、自分が好きであるということはそのうち気がついていくわけなんですが、今日はアコースティック哲学で稲というものを取り上げまして、じっくり考えていきたいと思うんですが、稲というものを見てですね、おかしいなというふうに思うお子さんがいたらですね、お母さんはその子を、まあ、理科系に進ませたらいいと思うんですが、まあ、文化系の人もそうかもしれませんけどね。普通、例えば稲のような草ってのありますね。あれ、稲は草ですよね、どう見ても。こう、背が高い草ですよね。あの草がですね、普通は枯れるときですね、全身が枯れますよね。葉っぱ全体も枯れるし、それから、まあ、言ってみれば少しこう、実をつけたような、例えばセイタカアワダチソウっていうのは種類が違いますが、まあ、例えばああいう草もですね、全身が枯れてしまいますね。ススキもそうですけどね。これに対して稲というのはですね、不思議なことに、米粒というのをですね、稲穂ですね、稲穂を作るわけですね。で、稲穂の中には稲が一生懸命今まで働いて貯めた、栄養分が入ってるわけですね。これをちょっと私計算してみました。4月から10月までに稲が働いた量、稲が働くっていうのはですね、空気中の今で言えば温暖化ガス、二酸化炭素なんですけど、二酸化炭素を吸ってですね、それを炭素と酸素に分けて、それで、まあ、酸素はまあ多少呼吸みたいに使うんですけど、大体は捨ててしまって、で、炭素で自分の体を作ったり、まあ、エネルギーを得たり、それからその炭素でですね、稲穂を作るわけですね。それで、まあ、ちょっと稲穂の量の方が少ない感じもしましたが、非常に大雑把に言って、4月から10月まで刈り取られるまでに、稲が働いた全量ですね。それを100としますと、その100のうちの50を自分の体を作ったり、自分のエネルギー、生活するエネルギーを得たりして、ちょうど半分ぐらい、50ぐらいをですね、稲穂として残すんですね。それで10月に、まあ、すっかり稲が枯れてるんですが、稲穂だけは、黄金色に輝いてて、それをまあ脱穀するとですね、まあ、我々がいつも食べてるお米が取れるというわけですね。お米っていうのは稲にとっては何になるのかっていうことですね。あんなにいっぱいいらないんですよね。まあ、稲が次の子孫を作るためには、まあ、10粒20粒はいるでしょうけど、それが落ちてまた実ればいいわけですね。ところが、1個の稲にはものすごい量の稲穂がつくわけです。もしもその稲穂を全部食べて、稲がですね、自分で貯金みたいなもんですからね、栄養分を袋に詰めてるわけですよ。袋が米粒ですね。だから自分が年取ってきて、収入がなくなってきたら、つまり働く力がなくなってきたらですね、その今まで貯めてきた稲穂の中の炭素を少しずつ使えば、だいたい1月から2月ぐらいまで生きることができる感じなんですよ。ですから稲はですね、自分の寿命を60歳ぐらいで捨ててしまって、あと40年分ぐらい生きれる米粒をですね、人間に渡して自分は死んじゃうんですね。なぜ稲は全身が死なないのか。まあ、簡単に言いますと、まあ、人間と稲とが共生生物であると。まあ、地球上のほとんどの生物は、二酸化炭素を食べて、まあ、生きてるわけですけれども、その二酸化炭素を食べられなくなっちゃった、まあ、何て言いますか、能力がなくなった生物がいるんですね。まあ、その一つが人間です。で、人間でも、例えば野菜を食べるとか、そういうふうな時にはですね、命をいただいて食材を食べるわけですね。例えば豚を食べるって言ったら豚を殺さなきゃいけませんし、
ほうれん草を食べるとはほうれん草の命を取ってしまわなきゃいけないわけですね。ところが稲とか、まあ、その他にまあじゃがいもなんかいっぺんに取っちゃうんですけどね、まあ、慎重に取れば、まあ、トウモロコシなんかも同じなもんですね。こういったものは命をいただかなくて、我々が生きることができるんですね。ですから、もしも人間が非常に心優しくて、他の生物の命をいただくんじゃちょっとまずいけど、まあ、命をいただかないならいいやというふうに考えた場合はですね、ベジタリアンの人が時々そんなこと言うんですけど、植物は命ありますからね。だからそれはただ動いてるものだけを命って言ってる、これはもう話にならないんですけども、例えば稲とか、まあ慎重に取ったさつまいもとかですね、トウモロコシとか、まあ、そういうものを、それからまあ、同じような植物でも、例えば、落花生みたいなものですかね、ああいったものを根とか実ですね、まあ、根も決定的な根じゃダメなんですけど、生きるのにはあまり支障のないようなものをですね、もし人間が食べて生きていければですね、人間は他の動物の命を取ったという供養をしなくてもですね、生きていくことがまあ一応できるわけですね。で、じゃあその、まあ、私たち動物は二酸化炭素をもう食べることができない。だけどかつて二酸化炭素を食べてずっと成長してきた植物類ですね、主に植物類なんですが、それはもう今、地球の土の下の方に沈んでしまって石油になったり石炭になったり、まあ、してるわけですから、まあ、その分だけ地球が生まれた時は 95% の二酸化炭素があって温暖化ガスがあったのに、現在では 0.04% とほとんどゼロになって、もう間もなく全生物は、二酸化炭素温暖化ガスがないので死に絶えますね。まあ、こんな単純なこともよく考えないのかどうかよく分かんないですけど、陰謀なのかもしれませんが、二酸化炭素を減らして地球の温暖化を防ごうなんていうつまんないことを言ってる人が、まあ、いるわけですね。まあ、地球の歴史っていうのはどの時代も今よりか、いわゆる温暖化ガス、二酸化炭素はものすごく多かったわけで、それで植物がその二酸化炭素を吸って生きて、それを動物が食べてまた命をいただいてきたということですよね。ですからまあ本当にこう温暖化阻止のために、補助金をもらうために温暖化阻止とか言ってそして、二酸化炭素を減らそうっていう運動をしてですね、かたや家ではご飯を食べるなんていうのはね、もう本当に恩知らずっていう感じなんですよ。あなたなんでそんな恩知らずのことするのって。毎日毎日稲はですね、空気中にものすごく少なくなった 0.04% の二酸化炭素をやっと吸ってですね、それで人間のために働いた量の半分を残して死んでいく。そのお米を食べている人間がですね、稲が一生懸命働いてくれている原料、二酸化炭素ですね、温暖化が、それを減らそうとしてるんですからね、まあ、なんて恩知らずなんでしょうかね。本当に人間にとって、特に日本人にとって稲は非常に大切で、まあやっぱりお祭りにも使いですね、ご飯を食べるときにはいただきますといい、それからたまには神棚にですね飾って五穀豊穣を祈りですね、そしてできるだけ二酸化炭素を出して、自動車に乗って暖房をつけて二酸化炭素を出してですね、日頃の稲のご恩に報いるというのが、これが心優しい人間ですよ。ね、自分の財布だとか利権だけ考えて、あと税金を取ろうとかそんなこと考えてですね、二酸化炭素を減らそうなんつってんのは全然話になりません。温暖化するなんて嘘に決まってますよね。だってずっと地球の二酸化炭素は今よりも10倍も100倍も大きかった、高かった、その時に生物は繁栄してるわけですから、そんな二酸化炭素が増えたから、生物の生きていく環境が悪くなるなんてはずは、もうその地球の歴史上ありえないわけですね。まあだけど今はまあちょっと話がずれちゃったんですけど、稲という生物ですね、この生物は全身が死なないということと、それから命をいただかなくても人間がお米に頼っていけるということと、そして稲はなぜ、もっと深刻に考えますと、稲はなぜ自分の命を伸ばせるのに米粒を食べればそこからエネルギーを得られて命が伸びるのに、なぜ
人間に渡して死ぬようなことになっているのか。いや、それは今こういうメカニズムになってます、それはそうですよ。だけど進化の過程で稲はなぜそういう道を選んだのか、まあ、人間と稲とは友達であると、人間は深く稲に感謝し二酸化炭素を出さなければいけないと私は思うんですね。